8月25日火曜日、夕立が止んだので練習スタジオに行きます。ここはブルックリンのブッシュウィックというエリアから今フラッシングアベニューを渡りまして、イーストウィリアムスバーグに入りました。私はこのエリアに10年以上住んでるんですけども、このジョンソンアベニューっていうのが特にですね、何もなかったというか倉庫しかないような通りでしたが、2017年にエルスウェアっていうライブハウスがオープンして、その翌年にミッションチャイニーズという有名店がやってきました。そこの2階は今レコード屋さんです。もともとはここより西側のウィリアムスバーグっていうエリアにライブハウスなどが集中してあったんですけれども、いわゆるジェントリフィケーションというやつで一時期バタバタ潰れてカルチャーが東に移動してしまったので、今はイーストウィリアムスバーグとかブシュウィックの方が盛り上がるようになりました。左手にカフェが見えるんですけれども、チェーン店なんですが豆はそこで行っています。私はあのお店のアイスコーヒーが好きです。今ジョンソンアベニューから右に曲がってモーガンアベニューに入りましたが、あのまままっすぐ行きますとラーメン屋さんの一覧があります。今見えてきている線路は左側にある工場だか倉庫だかに行くためだけの貨物列車用の線路です。昼間に貨物列車が来ることはないですし、すごくフォトジェニックな線路なのでよく撮影に使われているみたいです。左手見えづらいですけれども Our Wicked Lady というバーですが、ルーフトップに割とちゃんとしたステージがあってライブハウスとしても機能しています。左手こちらもバーです。電車を返しましてスタジオまで歩きます。